はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こばあきフィアレです。今回も戦国バサロ3宴やっていきたいと思います。今回から、真田幸村編やっていきたいと思います。じゃあいきましょい。親方様の熱き教え、今こそ難易度は難しいです。はい、スリーバーはね、久しぶりに使うんですけども、実はね、一回も今使ってないんですよ。地は乱世、まあ理由なんですけど、誰もが進み三成でタッグモードにしてて、それでレベル上げたって感じですかね。最も熱く巧まに、こんな感じでございます。民を、明日を俺は託された。はい、うおー、武田が総大将真田幸村、いざ参る。はい、今回は普通に通常のやつ行きましょうか。もうまずどこ行こうかな。もうしょっぱなこことかそれはまあなしにして、ここ行こうかな。で、装備なんですけど、ちょっとね、遊んでて裏でちょっと武器集めしてました。雪村は違うな、これだな。で、陣を、壊しやすくするやつと、まああとはもう攻撃力上げとくか。うん、これなんだ、出現率上昇、居場所が分かるようになる。なるほどね。だからタックでつければいいな、いいねって感じか。味方の陣一つにつき攻撃を、どれがいいかな。これしよっか、とりあえず攻撃力上げとこう。で、グレン脚と、とりあえずグレン脚から使っていこうかな。グレン脚は多分強いやつだよね。2でも結構お世話になったやつだよ。で、仲間はどうしようかな。ある程度プレイアブルはね、マックスにしてるんですけど、まだモブの方が終わってないんで、これ。鬼ヶ島。え、違うな。木ヶ島なんて呼ぶんだ。めっちゃ名前むずい。で、ここはドライブしておきましょう。よし、じゃあ行こう。いや、スリーバンはマジで久しぶりやな。迎えが来たか。では別れを告げよう。姉殺さんですね。さあ、もう石田三成がですね、あと2レベルでカンストかな、マックスになります。もうずっと裏で使ってるから、武器集め要員ですからね。起こしてくれるな、私は静かにしていたい。あれが壁落の城、踏み入ることは可能なのか。いやはり、あ、はい、親方様のようには振る舞えぬのか。待て大将、翼目など期待するな。今ここで翼の生えた虎とならん。示してみせろ、虎の後詰めは真田幸村ってな。なんか操作むずいな、大グレン脚なと。お前はなぜ私に会おうとする。それ以上失敗したら怒られるぞ。ほう、武田は息の衰えぬこと、この雪村が示さん。マジでね、今ね、初めて使ったから3で進め、手柄は早いものかさ。マジで曖昧ですね。あ、登れない。頑張ろうぜ、俺たちがやらずにどうする。てて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 、やっぱ俺進む道間違ったな。忠義ならば日の元の誰にも劣らぬ。
強っ強は優、弱は強より生ず、油断するまじ。ただ難しいな。うちの大将との互角か。いや、あるいは当てるのむず。いい仇はそれがしか。なに、これ叶わずともまた会える。当てるのむずいな。陣とはこれほどに取りやすいものにござったか。サスケ殿すら表にいる。ならば我らは矢面だ。あれ、なんか大車輪って全力で参られ。なんか派生しなかったっけ。こちらも全力で行く。あれ、それ4からだっけ。あんなの相手に旗立つかよ。もう覚えとらん。来るがよい。必ずや生きて帰る。皆の者、明日は我らの手の中ぞ。それでは周りの娘どもが放っておきますまい。いいよ。我が二層を恐れる者は早々に引かれよ。それがしに手を出さぬなら勝ちを譲ろう。まあいろいろ技がね強化されてますね、雪村は。2からね、そんな感じするよね。おお、壁楽の城の配管もマジか。やべやべやべ。俺としましては倒しすぎだと思います。えい、モサメ。ハリアトたし、OK、パーン。全力疾走、とにかく走り。結局このあのこの先住出るボスってさ、結局プレイアブルにならなかったよね。散るはもののそんなに好評じゃなかったのか。ね、佐竹とかすごい印象的なのが佐竹さんですけど、なんという高みに登り詰めているのだ。で最終的にはもうフォーでリストラしてるっていう。ここで折れたら先はないありゃ雷様だね。クワバラクワバラ。そうだ大将、生き残るのが頭の務めだ。ありがたい。小判はねあんまりね出ないからね、青小判から、青ボックスから青小判ってなんだ。主の信を裏切ってはならぬ。出ないからね。大将にはやると言ったらやる凄みがある。うわ、大愚連客すごいな。あと大劣化か。なんかこの専用アイテムでなんか攻撃速度が上がるとかなんだろうとかあったよね。攻撃速度だらけで、なんかもう全てのモーションがめっちゃ速くなる。そんな感じだった気がする。今日は優、弱は今日より生ず、油断するまじ。油断するまじ。同じ陣営でよかったと心から思います。赤い試しは望まない。あ私は緑へと歩もう。梅雨払いなら俺様がやるってのに。武田がため、これ強い勝負負けられぬ。コンボも結構稼げるぞ。返さねえと。おりゃー、皆そこに燃ゆる炎のごとく。いや、見間違いか。どうだ、これが才能だ。まあ、今回もね、俺じゃねえけど約2000ぐらいいけたらいいなって感じですかね。もう走らねえ。俺が壁になる。たまに
には格好つけさせろ。命令はまだか。主に撤退の。イナロウ、ここは誰かに任せる。やばすぎ。誰か。うわあ、弟子入りして。孫子の代まで貴様。やれやれ、払う梅雨も残っておりませぬか。皆の者の昼間、つけ込まれようぞ。これで全部かな。完璧。完成。これがサスケの言うリズメの戦か。聞こう、私に会い何を語るか。でもキャラ薄そうだな。確かにプレイブルしてもあれか。笑顔で挨拶したら見逃してくれるかな。関連性ないもんな。いいか、俺たちは俺たちができることをやろう。おりゃ、うん、もう作り込みすごいよね。ほんと当時3で出た時は多分みんな俺一人生き残ったって発狂したんだろうな。仕方ないよな。やべえ、アクションの抱負やべえみたいな。はい、そう、こいつ木の中にいるんですよね。かぐや姫か何かか知らんけど、ちょっとホラーチックやな。森はいい。森はいつでも私の味方だ。モーションがそこら辺のあれと一緒なんだよね。勝てよ。それしかない。おお、やる。武器を収めろ。あれ。そしてどこかへ帰るがいい。あ、やりやがったな。血を流すのは愚かではないのか。お前はなぜこの森に来た。いい。月を見ろ。そしてお前も泣くといい。ちょっと仲間のせいで。親方様。あ、やばい、全然当たってない。心安らかにあれ。オッケー。私に死はない。森の中で仲間が邪魔をするだけ。これワンチャン仲間下手したら邪魔になるかもしれないな。いろいろと、たとえ苦しみの皆底にいようとも、はい、サムネポイント、この雪村必ずや這い上がってみせようぞ。もしこの歩みが止まる時があるならば、どうか叱ってくだされ親方様。天下絶走真田幸村勝利。いいね。あ、餅をもらったね。タックアシストの方がいいかな。いやでもな、仲間のレベルも上げないとな。適正力動きあり。さあ来い、サスケ。我が戦ぶり、地下と見届けよ。梅雨払いなら俺様がやるってのに。サスケが強かったんだよね、難易度バサラの。めっちゃ
バサラ技でゴリゴリ削られるからさ、マジ辛かった。さあどうしようかしら。いやー、ここ忠勝がいるが行きたくないんですよね、三方ヶ原。どうしようかな。じゃあここにしよう、長谷道場の戦い。まあ、装備はまあこのままでいっか。で、グレン曲、勢い乗って連続攻撃。ちょっとこれ使ってみるか。熱血大噴火、親方様。よいしょ。暴力反対、貴重なる我が輩は保護されるべき生き物だよ。まあ、狐だからな。よいしょ。我が輩は狐、高貴な狐。来たまえ、歓迎の玄米茶を入れてあげたよ。あ、これか。そう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 。なんかこれ専用装具つけたらもうずっとこの状態なんだったよね。我々は川より敵本陣裏を目指しましょう。そう、なんかね、この状態になるとずっと足が速くなるみたいな。うせー、そんな船は追い返すよ。くらえたまえ、我が輩の超豪音明道対戦法。敵陣より砲撃、このままでは船が。ほい、俺を置いてけ、もう走らねえ。全力で参られ、こちらも全力で行く。ほい。これほど大勢の諸君が我が輩好きなのだね。あと何百通すれば通せるというのか。しまった、水門が閉じていると。 OK、 引くがいい、我が槍の届かぬ地へ。ふぇ、痛そう。俺だったら泣いちゃう。迂回するより手はなしか。 OK、 行きます。怖くてたまらねえのに心が踊る。心が踊る。みなそこ、せせらぎ、輝く太陽、俺を包む青。わ、これ腕ちぎれるよね。暗いすぎるよ大将。悪気になるぜ。再度敵陣より砲撃開始。オッケーオッケー。しからばごめん、つかまつる。どうだ、これが才能だ。才能だ。俺じゃねえけど。秘伝と出会う、それが拙者の運の尽き。俺一人生き残ったって、はい、仕方ないな。負けを認めるならお小遣いをくれてあげるよ。真田が六門戦西受け。残党ごとき拙者にお任せあれ。やっぱ俺進む道間違ったな。
俺にはみんながついている。なんと心強いことか。せめて船だけは。待って、あっちヤバそうだな。陣取られそう。あんたらが相手したのは貝の若虎さ。クッケ見たまえ。押される我が輩もまた素敵。再度敵陣より砲撃開始。あいつら路頭に迷うのかな。武田がためこの勝負ちょっと負けられない。足つった足つった、やべ。再度敵陣より砲撃開始。わかったわかったわかった、何回も言わんでいけ。敵陣より砲撃開始、何回も言わんでいい。秘伝拙者の剣を受けられるほどの鍛錬を。諸君、ヒゲを整えろと言ったはずだよ。頼りねえけど頼ってほしいんです、俺たちを。うい、おりゃ。なんと早すぎて決着を見逃した。俺の必殺技海底板聞きやしねえ。いいね雪村ね。つかどのキャラもいいんだけどね。てててててて、こっち行くわ。あー右側行けばよかったな。あそこ稲の者、ここは一つ拙者に任せ。了解っす。いて、せき、こう、絶襲。お任せくだされ。お、開いたね。真田が六門戦、見知りおけ。貝の虎目、飛んだ後釜を残しおって。再度敵陣より砲撃開始。長いものはないかね、巻かれてもいいのだよ。ほらもう一個壊さんときやる。どうしよう大将、とんでもない事態に。開いてないよ、やっぱこっち壊さないと。全部壊さんといけないよな結局。つか馬とこっちどっちが早いんだろうね。再度敵陣より砲撃開始。わかったわかった。お湯よし、流水よし、臨戦態勢整いました。うわ、武田が息の衰えぬこと、この雪村が示さん。はいはいはい。てんてんてん、やったぜ。よっしゃ。まだ諦めないのかね。あんまりしつこいと我が輩に嫌われるよ。願わくば嫌われてもいいわみたいな。逃げるためにもがみずきいるのかな。再度敵陣より砲撃開始。キャラ的には好きな人多いよね。多いかもね、もがみはね。ネタキャラとして弟子入りして。みなそこに燃ゆる炎のごとく。いや俺はあんま好きやないんだな。今日は言う、弱は今日より生ず。油断するまじ。うぜーってなる。接岸成功。接岸成功。敵本陣へと吸収開始。吸収開始。白旗きれいに選択しといてよかった。はい。拙者もあのような活躍をしたいのだがな。すでに我が輩の干渉だ。
一撃部門ではね。あとよ、あんたにはそれしかない。わ、魔獄の台まで貴様を。うん、じゃあなな、乱戦こそが戦の花よ。あ、なんか雪村の攻撃速度ってこんな、なんか遅く感じるな。まあ、さっき三成ずっと使ってたからかな。すごい遅く感じる。ダメやんな、三成使った後は、ね。どうだ、男なら憧れるであろう。何をしておるか、力を振れよ。貴公は必死いし、招いてもいないのに。これがいいかもね。諸君、さっさと追い払いたまえよ。このなんか回転切りみたいな。あ、空飛ぶ老婆がなんて嘘である。こっちだっけな。真田源次郎、雪村、こっからか。いざ先陣を切らん。おい、先陣を切らん。もうだいぶ良くなったぞ。親方様を見ているようだ。ああ、オッケー。うん、まあ、ちょっとね、積極的にね、隠し戦場もね、やっていきたいと思います。なんと 1.5 倍なんでね、レベル上げるの。わかった、これは正解のない詰め子だ。ああ、これかな、回転切りかな。今は試案中なのだよ。おりゃおりゃみたいな感じで。よしよし、その前にちょっとからくり壊しに行こうぜ。あれ、こっちだっけ。ん、ここ。あー、合ってるね。よしよし、恩賞もらえるから。天の恵み、玉手箱でした。頂戴つかまつる。よしよしよし。あー、 BGM が上書きされた。スノモグラ、進みたまえ。待て、我が輩の超ドリュー、スノワリゴーゴーゴー。いい、これダイレクター。巨大なモグラが現れん。こいつモグルだ。あー、これはだね。こないだ市場で売りに出されてたんで買ったのだよ。マジでね、こういうからくりめっちゃ強いよね、バサロって。スリー、サスケ、お主と同様、どこ行った。こやつは地に潜るぞ。こやつと同様、今のうちに。地面が揺れる。いいね、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 ダイレクト素晴らしい。そのまま行け。ダメか、もうちょいやな。やばい、オッケー。よっしゃよっしゃ。これね、奇襲じゃないんだよね。さて、物は相談だ。我が輩と組む気はないかね。やだよ、組まねえよ。いい、うい。我が輩は宇宙の狐、すごくて賢い、
可愛くない狐だわ。うるせえな動きが。運がいいよ。動きうるせえなこいつ。こんなにご機嫌な我が輩が相手するのだからね。貴公はそうだ、サルタ君だったね。よろしくな。サルタ君。サルタ君。この雪村、勝つもしよう、負けもしよう。だが。卑怯な真似だけはなすことができぬ。我らこのためにハセサンジタ部隊なり。燃えよ二層、吠えよ熱き我が心。オッケー、名前が違う。それはすまなかったね、田中くん。違う違う違う。我が胸の炎、消ゆることなし。サラダな。今まで全て正解だった。それで満足だとも。たとえ苦しみの身底にいようとも、この雪村必ずや這い上がってみせようぞ。もしこの歩みが止まる時があるならば、どうか叱ってくだされ、親方様。固有技どうしようかな。グレン曲でもいいと思うんだけどね。ちょっと悩み中。おレベルアップした。おう、あざす。はい、ということで今回はちょっと真田編一旦ここまでにしたいと思います。続きこの後すぐやるので、ご覧ください。ではお疲れ様でした。すぐやる？あ、このまま続けて撮るので、はい、よろしくお願いします。ではお疲れ様でした。